前回は、両電源オペアンプを使った非反転増幅回路について解説しました。今回は、単電源オペアンプを使った非反転増幅回路を紹介します。オペアンプには、静電圧と負電圧で動かすオペアンプと、静電圧のみ、または負電圧のみで動かすオペアンプがあります。静電圧と負電圧で動かすオペアンプは、μA741 が有名ですね。単電源で動かすオペアンプは LM2904、LM358 が有名です。単電源オペアンプと両電源オペアンプを比較すると、それぞれの特徴が見えてきます。両電源オペアンプは、一般的には静電圧と負電圧を因果して使いますので、交流波形を直接増幅することができますよね。でも、単電源オペアンプは、両電源オペアンプのような使い方をすると、そもそも負電圧がないわけですから、マイナス側に触れた部分を出力することができませんよね。ですので、入力信号をバイアスしてあげる必要があります。また、アンプの出力をキャパシタを使って交流に戻してあげる必要もありますよね。単電源オペアンプと両電源オペアンプは、動作電圧範囲も違います。両電源オペアンプは、電源に対して上下約 1.5V の範囲は動作しません。増幅結果がこのラインを超えると信号がクリップしてしまうんですね。それに対し、単電源オペアンプは上限は両電源オペアンプと同様電源電圧から約 1.5V 下までなのですが、下限についてはグランドレベルまで動作します。そのような理由で単電源オペアンプはグランドセンスオペアンプとも呼ばれます。単電源オペアンプと両電源オペアンプの違いとして、オフセット端子の有無というのもありますね。両電源オペアンプは、静電圧と負電圧を因果しますが、ぴったりプラスマイナス 5V とか、ぴったりプラスマイナス 6V とか、不可能です。実際には、プラス 5.04V、マイナス 4.96V みたいな感じになりますよね。そのようなわけで、オフセット端子によって、振幅の中心を正確に調整できるようになっているわけですね。一例として、μA741 の場合は、オフセット端子に 10kΩ の可変抵抗器をつなげたりします。単電源オペアンプの中には、NJU7031 のようにオフセット端子を持っているものも存在しますが、交流信号をバイアスして使う分にはオフセットを必要としないので、多くの単電源オペアンプはオフセット端子を設けていません。そして、オフセット端子がない分、一つのパッケージに複数入っているのが普通です。もちろん、単電源オペアンプも、わざわざ両電源を用意して、このようにオフセット回路を組むことができますが、それならば両電源オペアンプを使ってもいいですよね。こうした特徴が分かっていれば、単電源オペアンプと両電源オペアンプを必要に応じて使い分けることができますよね。交流増幅回路をシンプルに仕上げたいなら両電源オペアンプ。電源回路をシンプルにしたいなら単電源オペアンプ。入力が直流のみであれば単電源オペアンプで十分ですし、交流と直流が混在する回路を設計する場合も単電源の方が使いやすいですよね。はい、これが単電源オペアンプを使った非反転増幅回路です。右側が非反転増幅回路の基本回路ですね。マーカーがついているところが基本回路に追加されたものです。こうして比べてみると、とても同じ働きをする回路とは思えないほど、なんか左側はゴリゴリくっついていますよね。入力側から一つ一つ見ていきましょう。右の回路は前回の動画で紹介した両電源オペアンプの非反転増幅回路です。両電源オペアンプ回路と単電源オペアンプ回路の最も大きな違いは、バイアス回路があるかないかという点です。両電源オペアンプの場合は、電源がプラスとマイナスですから、交流信号をそのまま入力することができました。しかし、単電源オペアンプの場合、交流信号をそのまま入力すると、振幅の片側がカットされてしまいます。そこで、交流信号をバイアス回路でかさ上げする必要があるわけですね。こうして初めて信号全体を増幅することができるようになるわけです。
バイアス抵抗の RBA と RBB を同じ値にすれば、信号の中心を電源電圧の半分の位置にかさ上げすることができます。でも、このバイアス回路は、よく見かけるこのようなバイアス回路と少し様子が違います。入力ラインとバイアス抵抗を直接つなげずに、抵抗を仲介してつながっている形です。なぜこのようなバイアス回路を採用しているのでしょうか。これには2つの理由があります。1つは、入力インピーダンスを高くするためです。一般的なバイアス回路は、この式で示す通り、オピアンプ回路の入力インピーダンスを下げてしまいます。ここに1つ抵抗をかませることによって、このような式になるので、入力インピーダンスはこの抵抗分高くなるわけです。入力インピーダンスが高いと、入力信号源の回路に与える影響が少なくなりますよね。もう一つの理由は、バイアス回路の安定性を高めるためです。このデカップリングキャパシターは、電源から発生する低周波ノイズがオペアンプの入力に混入するのを防いでくれます。バイアス回路によって入力信号源もかさ上げされてしまうのを防ぐために、直流成分をカットするための入力カップリングキャパシターをつけます。オペアンプの出力からは、かさ上げした状態で増幅された信号が出てきますので、これを交流信号に戻すために出力カップリングキャパシターをつけます。さて、両電源オペアンプの非反転増幅回路の場合、入力端子がオープンになった時に回路が不安定にならないように、入力プルダウン抵抗をつけましたよね。単電源オペアンプの場合はどうかというと、この入力プルダウン抵抗は必要ありません。なぜなら、バイアス回路によって入力信号がなくても、入力ラインの電位は常に電源電圧の2分の1に定まっているからです。オペアンプの入力端子につながっているダイオードは、過電圧保護ダイオードです。このダイオードは、両電源オペアンプ回路にもついていますが、単電源回路の場合、過電圧はプラス側にしかかからないので、プラス側に1つつければ OK です。両電源オペアンプ回路の動画でも説明した通り、このダイオードは、ジャンクション FET を使っても良いですね。抵抗 RCL は、過電流によるダイオードの破壊を防ぐための電流制限抵抗です。キャパシタ CPD は、この回路が交流アンプであることを決定づけるものです。この CPD がないと直流成分もそのまま増幅してしまいます。RB に直流電流が流れてしまい、RB 分の RA プラス1が成り立ってしまうからです。しかし、この位置にキャパシタをつけることによって、直流成分はキャパシタがあるために RB に流れない。つまり、ゲイン1の回路になるわけです。交流成分は RB と CPD を通ってグラントに行くので、交流成分は RB 分の RA プラス1の倍率でしっかり増幅してくれます。出力についている抵抗と基幹キャパシターは、両電源オペアンプ回路のものと同じです。オペアンプの発信防止が目的でしたね。はい、これで単電源オペアンプを使った交流信号専用の非反転増幅回路の説明は以上となります。では、単電源オペアンプを使った直流アンプはどのような回路になるかというと、こうなります。バイアス回路は必要ないですし、入力カップリングキャパシター、出力カップリングキャパシターがあっては困りますし、RB に電流を流さないと増幅しないので、CPD も取り除きます。LM2904、LM358 系列のオペアンプで交流アンプを構成する場合は、出力プルダウン抵抗をつけてください。この抵抗を別につけなくてもオペアンプは動作するのですが、LM2904、LM358 系列に限って、この抵抗がないと出力波形が歪むそうです。この出力プルダウン抵抗の値ですが、データシートの推奨値は 6.2 キロオームです。まあ 7.5 キロオームでも10キロオームでも結構です。出力プルダウン抵抗が必要なのは交流アンプの時です。LM2904、LM358 系列で直流アンプを作る場合は必要ありません。加えて LM2904、LM358 系列のオペアンプは便利なことにアンプの中に発信防止の保証回路を内蔵しています。ですので、負荷容量がよほど大きくなければ発信防止のための出力抵抗と基幹キャパシターは取り除いてもいいです。もちろん、つけておいても動作に影響はありません。
単電源オピアンプはパッケージの中に回路が複数入っているものが多いですよね。この回路図で使っている LM2904 も8ピンパッケージの中にオピアンプが2つ入っています。14ピンパッケージの LM2902 ならオピアンプが4つ入っています。これらの IC を使う際、未使用のオピアンプがある場合は注意が必要です。例えば、この回路図では LM2904 の中のオピアンプを1つだけ使っていますよね。ここで残ったもう1つのオピアンプをフローティング状態にすると、各ノードの電圧が定まらず、常に不安定な状態になり、動作している側のオペアンプに悪影響を及ぼす可能性があります。ですので、未使用のオペアンプも正常な状態にしておきます。一般的には、未使用の入力端子に分圧抵抗をつけて、プラスの入力端子にある程度の電圧がかかるようにしておきます。マイナスの入力端子には、出力をつなげて、ゲインイコール1の状態にします。ただし、オペアンプの中には、ゲインイコール1を禁止している製品や、低倍率増幅回路が組めない製品もありますので、そのようなオペアンプの場合は、最低倍率以上のアンプを作った上で、空いている入力端子に分圧抵抗をつけておきましょう。このように、未使用のオペアンプは忘れずに処理しておいてください。回路の説明はこんなところですね。次回は、この単電源オペアンプの非反転増幅回路をブレッドボード上に組んで動かします。今回もご覧くださりありがとうございました。